皆さんこんにちは、ひとみです。今日は最近8月16日に NYX から発売されたアウェイウィーグローアイシャドウパレットを使ってこちらのアイメイクをしてみましたので、早速やり方をご紹介します。それでは行きましょう。まずは目の上の骨とあと眼球の間のくぼみのあたりにルースパウダーを肌がサラッとするまでつけていきます。今日使うマットのアイシャドウは発色がいいので、まぶたがペタペタしているとドバッとアイシャドウがついてしまうので、それを避けるためです。それでは今と同じくぼみのところに右側に星で表示してあるカラーをのせていきます。この一番初めの色は発色がいいので、ブラシにうっすら取ってまぶたにのせる時もかなりブラシを軽く持って肌に触れてるか触れてないか程度でブレンドしていきました。今度はこのくぼんでいるクリースというところだけにちょうど当たるような小さめのブラシに持ち替えて同じアイシャドウをのせてあげます。この時も発色を強く出しすぎないように慎重にブラシを軽く持ってブレンドをしてあげました。今綺麗にグラデーションになってないように見えたので、綺麗なブラシでアイシャドウがついたところとついてないところをブレンドしています。仕上げに一番初めに使ったブラシにアイシャドウをのせずに、くぼみのところから眉のところまでだんだん上に上げていくイメージで最終のグラデーションを作っているところです。目の下全体にもうっすら同じカラーをのせます。この後まつげの生え際に緑が乗るので、少し広め太めにのせてあげてください。次に今指で刺している目尻3分の1のところにもう少し濃いカラーをのせていきます。こう見ていると発色あんま良くないかなっていう風に見えるんですが、これも結構発色が良くって、つけすぎを避けたいのであえてブラシにほんの少ししかアイシャドウをつけていません。あと目尻の部分を一番濃くしたいので、目尻から内側にブラシを払うイメージでつけていっています。今使った焦げ茶はちょうど黒目にかかる手前ぐらいまで色をのせました。そしたらそれ以外のところにゴールドのアイシャドウをのせましょう。このパレットのシマーのアイシャドウはマットに比べると発色が弱いので、指で塗ってあげた方が一番高発色してくれます。次に何もアイシャドウがついてないブラシで今つけたゴールドと他のアイシャドウの境目をささっとブレンドしてきました。このゴールドをのせる範囲は私の場合二重幅ではなく、くぼんでいるところあたりまで少し広めに、そうすると目尻にのせた色と同じ高さになってアーモンド型の目の形を目指しています。目の下全体にはこちらのグリーンのシャドウを乾いたブラシでのせたのですが、あまり発色が良くなかったのでブラシを濡らしてトントンと色をのせていくような感じで好みの色になるまで調節してください。アイライナーは目尻から半分ぐらいまで引いています。今回黒を使っているんですが、茶色にした方がもっとナチュラルになって私は好きです。アイライナーが今パキッとしすぎているので、フラットな筆に持ち帰って焦げ茶のアイシャドウを上から重ねて自然な感じにしてみました。残ったシャドウで目の下3分の1にも焦げ茶をのせて締めてみました。今ここでは目頭にハイライトを足しています。あといつもの通りまつげの上下にマスカラをしたら、リキッドアイライナーを横にしてまず粘膜に色を足したら、筆を縦にしてまつげの生え際全体に色をのせていきました。すると今日の NYX の新作パレットを使ったアイルックはこれで完成です。このパレットのレビューはブログで写真とともにご紹介しているので、もし気になる方は下の概要欄にリンクを貼っておくのでご覧になってください。ということで、また次回の更新でお会いしましょう。バイバイ。